はい、というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎の、来るものは拒まず、パーカッションのワークショップやっていきます。高文がお送りします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、ようやく来た。これが今回の目標です。4対3、まあ3対4でもね、どっちでもいいんですけども、まず分析的にやるやり方は、言ってしまえば最小公倍数を考えればいいという話でした。はい。で、感覚的にやるやり方は歌で覚えればいいという話だったので、これの歌が分かればいいと。問題はね、この歌が分かんねえってことにはしょうがないんだけども、今回ねお伝えしますので覚えていただければと思います。いきますね。まず歌ね。カッカドカとか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 です。カッカドカとかカッカドカとかカッカドカとかカッカとかとか、はい、さっきよりも打点が多いからちょっと難しいと思うんですけども、これをもうね丸暗記しちゃう。カッカとかとか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 、まずカッカとかとかを歌いながら、カの位置でこれを叩く。カッカとかとか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 、はい、これが、上ですね。4発叩いてます。カカドカとかカカドカとかカカドカとか、はい。じゃあどう叩こうと。カカドカとかカカドカとかカカドカとかカカドカッカとカとかカッカとカとか、はい、言わずもがなですが、一番最初のワンは同時叩きですね。カッカとカとか、はい、これが感覚的に覚えるやり方です。でね、これだけですでにまあまあいい感じになりますよ。っていうか、これがね、実はもうアフロビートってことになりますから、もうね、ここで、動画止めて、あと練習してもいいですよ。カッカドカとかを両手で、これ要はアフロ的なやつですね。タンタンタタンタンタンタタンタンタタン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 。太鼓叩きの人はもうこれだけでもね、結構ハッピーになれると思うんで、やってみてください。今回やってるのは4と3のポリリズム、割り切れないのをやっておりまして、両方とも割り切れるように捉えたいという場合は、いくつで捉えればいいでしょうか。合計の打数っていうかね、グリッド、全部の幅を、要は3と4の最小公倍数はいくつでしょう。これがこうなる。はい、ちょっとね、これ見ただけでうわっと思う人いるかもしれないんだけれども、うわっと思ったら、そっと薄めで見といてください。最小公倍数で考えると精度高く捉えることができますという話でした。で、3と4の最小公倍数、まあ、考えてよく分かんなければかければいいと。 3×4 ですね。 3×4×12 なので、まあ、全部で12です。12個のケーキは3等分もできるし4等分もできると。で、さっきのグリッド3の方は歌い方を言いましたね。 1ear2ear3ear4ear です。はい。で、僕はね、これグリッド4の方、まあ、下はつまり4等分してんだけど、4の方は1ear って歌ってます。で、このまま歌うと1ear2ear3ear1ear2ear3ear1ear2ear3ear って歌ってます。上は1ear2ear3ear4ear ね。じゃあ、先ほどと同様に重なるところを見ると、まず上を軸に考えます。 1ear2ear3ear4ear1ear2ear3ear4ear 軸に考えると、下の位置は2のイの位置と3のアの位置ですね。こことここです。
わいあとぃあしぃあほぃあ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 わいあとぃあしぃあほぃわいあとぃあしぃあほぃあ。今何をやったかというと、上を歌いながら、下のアクセントの位置を合わせて叩いたっていう感じです。今のお話を整理すると、ワイアー、トゥイアー、スリーイアー、フォーイアーで、トゥの糸をスリーのアに合うように叩けばいいと。ワイアー、トゥイアー、スリーイアー、フォーイアー、ワイアー、トゥイアー、スリーイアー、フォーイアー、ワイアー、トゥイアー、スリーイアー、フォーイアー、ワイアー、トゥイアー、スリーイアー、フォーイアー。で、完成です。あとね。頭を一緒に叩けば、カカとカとカカカとカとカになりましたと。カウントで歌うとするなら、ワン、ツー、イ、スリー、ア、フォーかな。ワン、ツー、イ、スリー、ア、フォー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 。ワン、トゥイシーアフォーワ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 トゥイシーアフォー。まあこれでなんとなく分かったかと思うんですけれども、やっぱりそのポリリズムを正確に捉えるとかね、より精度高くやりたい場合はやっぱりね、このグリッドっていうね、どれぐらい何分割しているのかっていう精度を高く取れれば取れるほど高くなるということになりますので、練習の際はというか、音楽の楽器の技術のステップアップの段階として、このグリッドの理解とね、その精度っていうのは外せないっていうか、絶対避けては通れないものにはなりますので、まあそういう観点で見ていただくとなおいいんじゃないかなと思います。ワイエアトゥイエアスリーイエアワイエアトゥイエア、スリー、エア、ワン、エア、トゥイ、エア、スリー、エア、ワン、ア、トゥ、エン、スリー、ワン、ア、トゥ、エン、スリー、ワ、ア、トゥ、エ、スリー、ワ、ア、トゥ、エ、スリー、ワ、ア、トゥ、エ、スリー、ワ。ってやると、こっちを基準に4分割できたということになります。ワン、ア、トゥ、エン、スリー、ワン、ア、トゥ、エン、スリー、ワン、ワン、トゥ、スリー、ワン、はい。じゃあ最終課題です。はい。これが、これを上とします。つまり、カの方ね。ワン、ツー、スリー、フォー。はい。これに対して、下を取ってください。つまり、このワン、ツー、スリー、フォーに対しての3のポリリズム。3発叩いてほしい。はい。できるかな。ちょっとやってってください。これができたら、合格。3、4。か、か、か、かで、歌で捉えると、か、かど、カドカですね。カカドカドカなんで、カカドカドカ、カカドカドカ。カカドカ。これが感覚家の人ですね。感覚家の人は、4対3だから、カカドカドカ、カカド。これで3が取れましたと。で、理論派の人は、最小公倍数は12だからって、ね、まあグリッドを考えればいいと。だから、1 ear, 2 ear, 3 ear, 4 ear, 1 ear, 2 ear, 3 ear, 4 ear で、当たるところを叩けばいいと。だから、1 ear, 2 ear, 3 ear, 4 ear, 1 ear, 2 ear, 3 ear, 4 ear, 1 ear, 2 ear, 3 ear, 4 ear, 1 ear, 2 ear, 3 ear, 4 ear,
できました。できましたか。